はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、ちょっと普通にガチパでね、PVP 潜ってたんですよね、動画外で。そしたらね、えげちい名前の人と当たって、で、その時のね、動画撮ってないんですけども、リプレイがね、残ってるんで、少し流していこうかなと思います。はい。ちょうどね、同じね、ようなパーティーばっかり使ってたんで、ネタがなかったっていうことでね、はい、もう、晒し上げていって、そして動画のネタにさせていただこうかなと思います。ね、煽りネーム、駆逐隊ということで、はい、しっかりとね、動画で、出してね、皆さんに やめていただこうというような、趣旨の動画でございます。はい、ということで、リプレイ流していきましょう。はい、ということでよろしくお願いします。相手、まあ、三人衆ですね。で、トツも結構あると。で、名前、えぐくない？もうさ、なんでそのことをわざわざ名前にすんの？そんな名前にしてまで伝えたいことなんですかねっていつも思うわ。はい、お願いします。で、跳ねる読みして、まあ、とりあえず序盤はゴーハンビーストガツガツいっていいと思ってますね。はい、で、ピコロに破棄されるんで、もうさっさと必殺打って、ユニゲ回していこうっていう考えですね。で、フラグメントを見てもらったかわかんないですけど、お相手の方ね、フラグメント、A とか、S とかばっかりやったと思うんで、もうなんか、おじいちゃんの歯並びみたいなね、フラグメントしてたんで、まあ、そういうことですよね。本当に。まあ、僕もね、別に、フラグメントガチしてるわけじゃないけどさ、そんななんか、人の、まあ、多分プレイに対してのね、名前やと思うんですけど、そういうの言う前にやることあるやろって僕いつもね、言ってるんですよね。こういう系の人には。はい。って感じでございます。で、僕もね、結構ゴッド近くなってきてるから、こうキャンセル入れたんですけど、お相手うまいですね。はい。二連で射撃撃たれたら、ここはダメと。言った感じで、ザクイック入れて、もうここやったりましたね。うふーい。回避を見て前ダッシュ入れちゃいました。はい。で、普通にぶっ飛ばしてっていう感じで。まあ結構ダメージ入ってるんで、カバチェンもそろそろ入れてくるかなというタイミングで本当に出してきてくれたんで、ライジングぶち込むって感じですね。まあ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 。クイックのさ、後の回避読み普通に強いと思ってるんやけど、皆さんどうですか？あれ結局さ、なんか目視してかわせなくない？クイックアーツって。だからなんか、単純な卓になってる気するんやけど、目視できんのかな？ちょっとわかんないんですよね。目視できないとあんま強くない気もするんやけど。はい。そういった感じです。で、打撃反対をしたら、まあ、マイラが来ると。まあ、これはしゃあない。うん。必殺飛んできて、ビーストの必殺火力、やばすぎだろ、マジで。だからピッコロの耐久回復力も、まあ、そこそこと。言ったことで、まあ、ライジングでパンチは落とせるんで、落とせてるんで、今日やばいな。クソ神々やけど。落とせてるんで、まあ、安全に行けばね、こっちビーストで、受けていけば大丈夫かなといった感じで。で、これは回避見て必殺でいいですね。で、逃げ溜まってるんで。で、絶対ここはね、メイン切ってくるタイミングなんで、はい、単発で抑えてると思います。まあ、ここら辺のはだいぶね、最近、理解して動けるようになったな。で、射撃は見てるんで、反応して、はい。ドン。これさ、必殺あったら、倒されてたんかな？そう考えるとピッコロやばくない？やってること。結構エグくない？あーで、やられちゃう。だ予約にはしっかり対応して、ちょっとビーストが削られてきたから危ないなって思ってるんで、もうピッコロも噛み合っちゃうとね、倒される HP 圏内やなって思ったんで、メイン切りましたね。で、ここ突っ込んで OK。もう最悪ピッコロはまあ、切ってもよかったっちゃよかったんで、体力的にもね。まあでもパンの方が良かったかな、ちょっと迷ったんですよね。パンで突っ込むべきなんかちょっと今のは微妙でしたね。はい。で、ここ。これね、全カード破棄入るんですよ。究極で。だから一角行こうと思ったら、うまいことね。読みの国から、特殊圧引っ張られてきて、ガッツリライジングかぶされると言った感じで、まあ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 って思ってますね。で、これで相手のビーストがもっとやばなったんで、ちょっとさっさとぶち落としたいなって思ってます。なんやかんやいい勝負してるっていう。はい。で、タックル入れて、逃げていく。で、まあ、これは仕方ないですね。もらって、まあ、バニ使ってたんかな、ピッコロ。忘れたな。かわしたら、核反やったかもしれない。さあ、さっき、回避を見れたんで、おお、前ダッシュせずに行ったんですけれども。はい。まあ、これは待機回ってないんで、部長として勝ちですね。はい。実況微妙やけど。まあ、そんな感じでございます。はい、といった感じで、こっからは普通に実況プレイやっていこうかなと思います。あれ、ここからは普通の生声ですね。はい。
生声というか、生実況ですね。お願いします。やれるだけやってみる。石腕ね、僕も使ってる時あるんですけど、なんか自分がさ使ってる時はなんかあんまりうまく使えないんですけど、一回入れとく。 OK。 でも相手結構お上手そうな方なんで、多分回避自体は知ってるんで、次は回避で圧いきましょうか。さあ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 、この必殺がやばいんよ。そう、石腕確かに安定感すごいんやけど、なんか自分が使うとねすぐ崩されちゃうんですよね。止めまして、じゃあメインでいいかな。特殊一杯、また一杯食べたいな。メイン、危なっ。ああ、出しますか。オッケー、理不尽いきましょう。理不尽必殺バッコリとぶち込んでいく。強すぎだろ、これ究極で一貫してんな。うわ、マジそれ。帰り見て熱いくわ。帰り見て熱。オッケー、うまいな、やっぱ相手の方。オッケー、倒していく。これはだいぶでかい。あー、まあそうだよね。大さん、ありがとうございました。ビースト落ちたらね、ちょっと今厳しいゲームなんでね。さあ、お願いします。なんかすごい人当たったんやけど、何これ、女戦士じゃないよね。えぐいな、剣振り入ってるんやけど、ね、懐かしすぎるだろう。うん、もう過去最強と言われたレベルのね、ヤバすぎキャラクターでしたけれども。マジか、あーまだよね。ちゃんと見まして、すごいな。なんかでバトルランク普通に高いしさ、あー代表見れられる。バトルランク普通に高いし、レートも2万ぐらいあったよね。すごいよな。負けへんように頑張ろう。うん、ビスト硬いな、ちょっと重いな、やっぱ海外の人やから。回避、おお、下がってたんか今。2段階ずらしていいかな。2段ずらして、危ねえ。さあ、属性リムコつけます。ガンガンいっちゃるで。強すぎだろ。ちょっと待って、予約で行くか。あー、マジか、しゃあない。まあ、ユニゲ回したかったけど、飛んでくるか。すえ、そこね。オッケー、もう掴んだよ君の動きは。さあ、ドロソク2段階。あー、やべやっべーやっべーやっべーわ。はい、特化版向こうですね。普通に真剣に戦っとるけど、ごめんなさい。これ気力間に合う？あ、間に合わへんな。強っ。究極打つか、打っていいや、取りいいんで。うん、ケフラワンチャン落とすたりしないから、だいぶ昔のポケモンやから、第2世代ぐらいの日の嵐とかの。あー、無理か、コンボ補正乗せすぎたか。まあいいでしょう。だからそれやめよ。あれだ、いるか。オッケー、ぶち落としますさすがに柔らかいな。オッケー、しばいて130ね、覚えとこう。130大事よ、だから。オッケー、これあれですね、究極でいけるわ。オッケー、まあこれで勝ち確やな。はい、大さん、ありがとうございましたといった感じで、今回はですね、まあヤバすぎるネームと最強パーティーの動画でした。お疲れ様でした。